俺は出雲とジョージ、社会福祉士という福祉の専門資格者だ。老人ホーム、障害者施設などいろいろな職場で働いてきた。俺の次の職場はなんと刑務所だった。囚人が出所後しっかり社会生活が送れるようにサポートをするのが俺の仕事というわけだ。先生、出迎えに来ました。今日からよろしくお願いします。先生は刑務官ではありませんので、目の前で受刑者が暴れたとしても何も手出しできません。ですが安心してください、有事が起きれば私が身をもって先生をお守りしますから。よろしく頼みます。今日面接してもらうのはうちの常連さんです。刑務所の常連って前科10班です。ということは10回服役したということですか。これが面接してもらうものの管理記録簿です。これまた随分暑いですね。そりゃ前科10班ですから。では本人を連れてきます。先生は資料を見ておいてくださいね。さて今回は何の罪で入っているんだ。詐欺、いやこれは前の受刑の時か。で詐欺、今回も詐欺。詐欺の常習ってことね。詐欺の常習犯、オレオレ詐欺、悪質商法、 G はついてるかな。暴力団員だったらほぼ間違いなく G マークがつけられているはずだ。ないな。おれしっかりやるかんか。前科10班の詐欺の常習犯とはどんな男だ。とんでもない知能犯か。そもそもなんで福祉を希望している。まさか俺も騙されるんじゃないだろうな。失礼します。え、これが前科10班の詐欺常習犯。先生の前だ、シャギとせんか。はい。故障、番号、名前。800番、大森雄一です。俺は刑務官ではないので面接は普通の口調で話すように指示されている。こんにちは大森さん、今日は刑務所を出た後の生活のことで面接をします。はあ。刑務所を出た後のお話です。出してもらえるんですか。面接は終始このペースだった。この調子で一体どんな詐欺をしたって言うんだ。詐欺で刑務所に入ったそうですが何をしたんですか。反省しています。いやそうじゃなくて、どんな詐欺をしたんですか。詐欺なんて大それたことしていませんよ。しかしあなたの管理記録には詐欺とありますよ。うどん屋で金を払えなかっただけです。無銭飲食か。確かに無銭飲食はお金があるふり、お金を払うふりをしてサービスを受け取る。人を騙すから詐欺罪に当たる。記録を見ていると前も無銭飲食ですね。作業報奨金がなくなったんですよ。報奨金がなくなって無銭飲食。はい。え、お金がない。はい。過去の詐欺も全て無銭飲食なんですね。ええ。今度刑務所を出るときはどうするつもりですか。真面目に仕事を探して頑張ります。いらっしゃいませ。おいおい大丈夫か。とても仕事ができそうな状態には見えないんだが。今度こそ心を入れ替えて頑張ります。正直厳しい世の中ですよ。襟好みしなければきっとあると思います。きっとですか。仕事が見つかるまではどこで暮らしますか。寮に住み込みの季節校を。その後仕事がなかった場合の話をしたが、本人は出所後の生活を何も考えていないようだった。おねえ先生にお礼を言わんか。ありがとうございました。大森はここ数十年の大半を刑務所で過ごしている。刑務所を出たら無銭飲食を起こし、また刑務所に戻ってくるという繰り返し。前科10犯というのは短期間にすぐに刑期の短い刑を繰り返しているということだった。確かに罪は罪だ。しかしこのまま社会刑務所の無限ループにはまっている大森を見過ごせない。心の底からの悪人じゃないんだ。社会福祉士の俺が刑務所に配置されたのはこういう人を助けるため、なんとか立ち直るきっかけを作らなくては。俺は本人が入れそうな福祉施設を探したが、大森は前科10犯の詐欺の常習犯、それが枷となり行く先々で断られてしまう。だが俺は諦めなかった。そしてついに大森の犯歴を分かった上で受け入れてくれる老人ホームが見つかったのだ。大森出所の日、後のことは何の心配もしなくていいですよ。先生ありがとう。刑務所職員は出所者と接触できない。俺はただ見送ることしかできない。あれから3ヶ月後、大森は老人ホームで穏やかな生活を送っているそうだ。前科10犯か。数字だけで見たこともない人間を極悪人と決めつけるなんて、そんな俺もまだまだ修行が足りないな。
私は近藤陽子と申します。生後2ヶ月の孫ジョージへの揺さぶり虐待死の罪で地裁にて懲役5年6ヶ月を言い渡され、刑務所に収監されています。事件は2016年の4月に起きました。いててててあ、うと私は次女の自宅の留守番を頼まれ、2ヶ月の孫をあやしながら娘の帰りを待っていたんです。孫は高い高いが気に入ったらしく、リアちゃん高い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 と持ち上げると、キャッキャと笑い声を立てていました。しばらくして私は孫の様子がおかしいことに気がつきました。リアちゃんどうしたの、リアちゃん、呼びかけても返事がなく、ぐったりと寝ているのです。すぐに病院に搬送し処置をお願いしたところ、脳に出血などが見つかりました。先生お願いします、リアを、うちのリアちゃんをなんとか助けてください。しかし脳機能不全に陥っていた孫は治療の甲斐なく3ヶ月後に亡くなってしまいました。数ヶ月後、泣き暮らす私のところへ警察が来ました。近藤陽子を里崎リアに対する殺人で逮捕する。私は孫に対する傷害致死の罪で逮捕起訴されたのです。2017年4月大阪地裁。強く揺さぶらなければ起こり得ない傷害で、それが可能だったのは被告人だけ。抵抗できない乳児に強い衝撃を与えた非常に危険な行為、偶発的な犯行の可能性も考えられるが、被害児は首も座っておらず死んでしまうことは予想できる。これは強い非難に値し、実刑を相当とする。これが私が収監されることとなった経緯。リアちゃんごめんね、ごめんね。私は孫を殺した殺人犯、それが裁判が下した判決です。こうして私が泣き暮らす中頑張ってくれたのは息子や娘たちでした。家族は私のために弁護団を組み、無実を証明しようと頑張ってくれたのです。検察は見立てによって乳幼児が恒常的な虐待を受けていたとした。我々弁護団はその点に焦点を当てます。児童虐待に詳しい小児科医は、この女児の頭部には乳幼児揺さぶられ症候群を示す3つの兆候、硬膜下血腫、眼底出血、脳浮腫があると証言し、陽子さんが生後2ヶ月の赤ちゃんに対して激しく揺さぶる暴行を加えた、これは極めて悪質な虐待であり実刑に値します。以上のことを根拠に検察側は、私が強く揺さぶり子供を死なせたと主張したのです。弁護団がその見立てを覆そうと動きます。3つの兆候は揺さぶりによる虐待の証拠にはならない。女児の死因は静脈洞血栓症という稀な病気だった可能性が高い。よって被告の虐待を決定づけることはできない。2019年8月30日大阪高裁の被告人質問が行われました。孫は私の生きがいです。どうして可愛い孫に虐待などできるでしょうか。絶対絶対に虐待などしていません。私は法廷と拘置所の部屋を行ったり来たりしながら、いつしか本当に殺してしまったのではないか、抱き方が悪かったのかと我が身を責め、涙を流す日々が続きました。母さん、控訴が認められたから絶対絶対に母さんの無実を証明するから。でも私は、法律が私を許しても私は自身を許せるだろうか。私は自分を責め続ける日々を送っていました。そんな中、ついに私近藤陽子に対する判決が下されたのです。判決、主文、一審大阪地裁判決を破棄し、被告人を無罪とする。理由、
医師の証言などから女児は頭部の血管に血の塊ができる脳静脈洞血栓症を発症し脳機能不全に陥って死亡した可能性が否定できない。当初診断した医師は硬膜下血腫と診断していない、疾患が原因と考えて矛盾しないなどと否定。これらのことから女児の頭部の負傷は暴行によるものではないと判断、よって無罪とする。理由文の読み上げが続く中、私はこらえきれず涙を流し続けました。大阪高裁での判決は無罪。私は家族を殺した殺人犯になることはなく釈放されることになりました。無罪になっても赤ん坊は帰ってこない。過失でも私が殺してしまったことに変わりはない。国は許しても私は私自身を許すことはできない。この罪を背負って私は生きていく。俺の名は佐藤一郎。35歳でダイナゴン建設の専務だ。父親はダイナゴン建設を立ち上げて一代で財を築いた佐藤喜一。親父は70を超え病気しがちになった。早く死んでくれれば社長の座と数十億の遺産は俺のものだ。親父も年なんだしよ、早く引退した方が会社のためだぜ。そうかの。大企業の社長がそんな汚え猫なんか飼ってんじゃねえよ。ああ。数ヶ月後持病が悪化して親父はあっさり死んだ。母親は遠の昔に他界してるし、遺産は全て俺のものだ。おう純子ちゃん、今晩暇でしょ、俺と遊ぼうぜ。会社も金も思いのまま。親父よ、死んでくれてありがとう。そんなある日、俺の元に知らない弁護士がやってきた。佐藤一郎さんですね。私、お父様である佐藤喜一さんの弁護士の村田です。あ、弁護士が何の用だ。本日お伺いしたのはお父様の遺言についてです。は？遺言？ええ、生前に喜一さんは遺言を残しておられました。そんなの聞いてねえぞ。喜一さんは自身の死後誰に遺産を残すか決めておられました。なんだと。喜一さんの遺産は全て飼っていた愛猫あずきちゃんに相続されます。はあ、何バカ言ってやがる。猫に残すだと？そんな話が通るか。と言われましても、喜一さん直筆の正式な遺言書ですから。正式もクソもあるか。数十億だぞ、猫がどうやってもらうんだ。今回喜一さんはペット信託を利用して遺産をあずきちゃんに残すことにされております。ペット信託だと？はい、飼い主の死後に残されたペットを資金とともに別の飼い主に委ねるサービスです。そんなもの通るか。無効だ、無効に決まっている。いいえ、有効です。信託財産として信託銀行と契約してあります。問題ありません。信託銀行だと？はい、ざっくり言うと信託銀行というのは財産を預かるだけでなくその管理や運営をしてくれる銀行です。委託者が佐藤喜一様、受託者が信託銀行、受益者が猫のあずきちゃんという形です。喜一さんはただ一人の息子であるあなたの振る舞いを嘆いておられました。あなたに莫大な財産を残してもろくなことにならないと。奥様も早くに亡くされた喜一さんは唯一心を癒してくれたあずきちゃんに全ての遺産を渡したいと申されました。その遺言書を見せろ。もちろん構いません、こちらになります。正真正銘喜一さんの直筆の有効な遺言書です。残念ながら覆しようもありません。おりゃー。何を。こんな遺言書なんて無効なんだよ。親父の遺言書なんて初めからなかったんだ。バカなことをしましたね。民法891条5号では相続に関する非相続人の遺言書を偽造し変造し破棄しまたは隠匿した者は相続人となることができなくなります。あなたは今遺言書を破棄しました。よって完全に喜一さんの遺産を相続することができなくなりました。俺は親父に早く死んでくれと願うあまり人としての心をなくしていた。俺の経営に不満を持った株主たちにより社長の座も追われ何もないただの男に俺はなった。俺の名前は山本太一、長距離トラック運転手だ。独身でお袋と二人暮らしなんだけど、頻繁に家に帰れない。だけど今回の仕事は予定より早く済み、家に帰れることになった。明日は庭の手入れでもやるとするか。こんにちは、市役所収納課の者です。え？収納って何？山本恵子さん名義の税金の滞納があったので、お伺いしました。ちょっとお話を。お袋、どういうことだよ。あんたに悪いと思ってね。税金だったし、いい
かと思って。税金だろうが何だろうが請求書隠すのはなしだろう。ごめんよ太一。はあ、過ぎたことだしもう気にすんな。今からでも分納させてもらえるか聞いてみるか。滞納金額はこちらです。一括でお支払いを。250万。分納でもいいですかね。原則として1年以内に滞納を解消していただく必要がありますので、月20万円をお支払いいただけますか。気分転換に知り合いのラーメン屋で飯を食うことに。いらっしゃい。どうした大地、元気ねえな。大将はいつも元気だな。実はさ、俺は愚痴と一緒に今回のことを話すことにした。それなら自己破産したらどうだ。実は昔俺もしたんだよ。それで借金返済しなくてよくなったぞ。本当かそれ、ちょっと調べてみるぜ。俺は早速弁護士の無料相談に電話して、母親の自己破産の手続きができないかと相談した。ご事情はわかりました。ですが自己破産をしても税金の支払い義務はなくなりません。なんだって。自己破産で免責にできる債務の中に税金は入っていないんです。支払わないと延滞税がかさむだけなので、お早めにお支払いされることをお勧めします。それができたら相談なんかしないって。すみませんがこればかりは。追い込まれた俺は税金を完納できるよう奔走した。まずは実家の売却。正直これを売った金で完納できると思っていたのだが、建物が古すぎて100万円という値段しかつかなかった。足りない分をどうしようかと思っていた時、最悪の事態が起きてしまう。お袋が突如苦しみ出し、床へと倒れ込んだ。お袋!俺はすぐに救急車を呼び、病院へと運び込んだが、拒絶性心不全、お袋は帰らぬ人となった。すみません、収納家のものです。防虫の張り紙が見えないのか!こんな時に取り立てなんて、おたくらどういう神経してんだよ!ちょ、暴れないで、公務執行妨害ですよ!役者の人間は最悪だよ。血も涙もないってあいつらのことを言うんだろうな。田中さんは司法書士だったよね。なんとかならないの?相続放棄かな?相続放棄。後日、田中さんの事務所へ行くことになった。税金はお母さんの名義ですね。はい、そうです。では、母親からの相続を放棄すれば、母親が滞納していた税金は支払う必要がなくなります。放棄。3ヶ月以内にご決断ください。でなければ単純承認といって無条件で全財産と全借金を相続することになりますので。2ヶ月後。 あのこれ相続放棄の真実書ですね。しばらくお待ちください。書類に不備ありませんでしたので受け付けます。後日裁判所から真実受理通知書をお送りいたします。この後自分名義の税金のみ支払いを済ませた。全て終わったんだ。大将のおかげで全部綺麗に終わったよ。俺は別に自己破産すればいけるとか無責任なこと言っちまったしな。司法書士の田中さん紹介してくれただろ。まあね、ほらよサービスの餃子。お袋が亡くなったから解決できたってのが後味悪いよ。250万ぐらいポーンと払える解消が俺にありゃ。終わったことでぐやぐやすんなって、進もうぜ明日へ。ああ母ちゃん放棄してごめんな。私は宮城リオ、都内の女子大に通う平凡というより地味な学生、今風に言うと陰キャってやつ。今度の金曜日に合コンあるんだけど行きたい。イケメンいるの？キラキラ派手なクラスメートにはなんとなく馴染めない。私の唯一の友達はほのか。ほのかはアイドルみたいに可愛くて誰にでも優しい人気者。今日も一緒にご飯食べよ。ほのかにだけは何でも話せる、私のたった一人の親友。しかし急遽ほのかから用事があるからと連絡があり、私は一人でお昼休みを過ごした。そんな時、ほのかって宮城さんと友達なの？あんな暗い子につきまとわれてうざくない？つきまとう？違うよ、友達、親友だよ。ああいうことも仲良くできるってイメージすごいいいでしょ。ちょっとしんどいけどイメージ作りって大事だから。え、何それ、イメージ作り？友達のふり？ひどい。たった一人の親友だと思ってたのに。私はもう3日も大学を休んでいる。ほのかに裏切られた。きっと私のいないところでもっとひどい悪口を言ってるんだ。私は無気力にテレビを眺め、うつろな時間を惰性で過ごす。あり余った時間を消化するために YouTube 動画を見ていると、そこに私の興味を引く情報が飛び込んできた。人を呪っても法的には問題ないんだ。だったら私が裏切り者を呪っても合法だよね。いいことを聞いた。惰性で過ごす時間は終わりね。一口に呪いといってもいろいろある。でもメソッドが一般公開されていて、なおかつ準備に時間とお金がかからず、特別な技術を必要としないものといえば牛の刻参り。その日早速私は衣装と道具を購入した。呪いを成就
させるにはほのかの毛髪が必要。私は目的を果たすため久しぶりに大学に登校した。リオン心配してたんだよ。チラチラしい LINE もくれなかったくせに。私はほのかの肩についていた紙を見つけ、そっとそれを入手した。必要なものはみんな揃った。真新しい白のワンピースにスニーカー、美白気味に塗った顔、真っ赤な口紅を引いた唇、完璧。あとは実行するのみね。カバンの中にはペンライト、鉢巻き、方位磁石、五寸釘、金槌、ほのかの髪を入れた藁人形。この木でいいか。私は一本の木を選び、あたりに人がいないことを確認。牛の国参りは見られたら呪いが私に返ってしまうから、決して人に見られてはいけない。恨みを込めて撃つべし撃つべし。眠い、めちゃくちゃ眠い。牛の国参りしてからの学校、ほのかの様子を見るため結構きつい。これをあと6日。おはようリオ、眠そうだね。ちょっとね。牛の国参り3日目。早くも私は寝不足でだるい。なのにほのかは何一つ変わりなく幸せそう。呪ってる私の方が不健康になってるとかおかしくない？こんなの許せない、不公平だ。牛の国参り4日目。私は画期的なアイデアを思いついた。呪いの一部始終を動画撮影して毎日ほのかに送りつけてやる。キューキュー。私視点のこの動画をほのかに送りつけたその時、散歩だか徘徊だか微妙なラインのじいさんが一人でフラフラ歩いてきた。いたな。牛の国参りを見た者は生かしておけない。私は手にした金槌でじいさんを一撃、速やかに仕留めた。幸い神社の裏には人が滅多に行かない小さな山がある。私はとりあえず死体を落ち葉の中に隠し、翌日しっかり埋めた。これでいいのよ。早く動画見てくれないかな。私の気持ちを思い知れ。動画送信後、ほのかから何度も LINE や電話が来たけど、まるっとする。ゲーム楽しい。今更謝っても遅いから。それに牛の国参りは一度始めたらやめられない。途中でやめたら私の身に呪いが帰る。私はそれから何度も何度も動画を送り続けた。呪いの通販グッズかな。はーい。宮城リオさんですね。前園ほのかさんの件で確認したいことがありますので、署までご同行願います。あなたは前園ほのかさんに彼女を呪っている動画を複数回にわたり送信していますね。はい。でも人を呪うのは違法ではないそうですよ。私法律動画で見ましたけど。倫理的な問題はさておき、人を呪うこと自体は法で裁けません。しかし儀式の動画を何度も送られた前園さんは精神的苦痛から体調を崩して、警察に傷害罪の被害届が出されています。え、その後現場検証中に牛の国参りを目撃した老人を殺して埋めたことも発覚。私は殺人罪に問われることになった。もはやこうなってしまうと呪いだの脅迫といったレベルの話ではない。私には懲役13年の実刑判決が言い渡された。身勝手な理由で罪のない老人を殺した私は女子刑務所に収容されている。ほんの少し前まで女子大生だった私が今は囚人。人を呪わば穴二つと言うけれど、私はほのかを呪っているつもりで自分の墓穴を掘っていたんだ。わしは磯崎伝八、80歳、根っからの旧車マニアじゃ。わしの車はそんじょそこらのものとは違う。50を過ぎて生活にゆとりができてから手に入れた旧車は何者にも変え難いわしの宝物じゃ。若い頃は車好きの仲間たちと共に旧車人生を謳歌したものじゃが、年を重ねるたびにやれ維持費が大変だの、運転技術に不安を覚えただの、情けないことを言って皆旧車乗りを引退していったわい。所詮あいつらの旧車愛なんぞその程度だったってことじゃわい。の、なんじゃ、なぜ車が勝手に動く。もう、がー、なんとしたことじゃ。わしとしたことが駐車場で事故を起こすとは。すまん、大丈夫か、怪我はないか。ええ、大丈夫ですけど、念のため病院は行っておきます。事故の相手永田さんが無事で本当に良かった。永田さんの行為でわしは壊した車を弁償するだけで済んだ。もっとも弁償するだけと言うても、年金暮らしのわしには十分痛い出費じゃ。だがここで彼の問題より厄介なことが起きた。あんたいい加減免許返納しな。女房の返納しろ攻撃だ。あんたの車好きは知ってるけど、もう80歳、十分でしょ。あんたは気ばかり若くて運転が荒いし、ブレーキとアクセルの踏み間違いも初めてじゃない。事故はあんただけの問題じゃ済まないんだよ。いやじゃ、わしはまだ運転できる。折り返しのつかない事故を起こしてからじゃ遅いんだよ。免許を返納すればバスがタダになるし、生活に支障はないじゃないか。ガガガ、女房には男のロマンが分かっとらん。とにかくわしは免許の返納などしないと言うたらしないんじゃ。わしは生涯旧車乗りじゃ。生涯旧車乗りのつもりが、このままじゃ生涯旧車乗りの老害になるよ。やかましい。数ヶ月後、天気のいい日は愛車の手入れをするに限る。先日
の事故の傷も綺麗になってよかったわい。洗車を終えたわしはいつものように愛車で買い物に出かけることにした。目的地は少し離れた商店街にある八百屋だ。あんた商店街に行く気なんだったらやめな。あそこは道幅が狭いし今日は祝日で人が多いから。何度も言っとるから大丈夫だ。でもうるさい。亭主が出かける時ぐらい気持ちよく見送れんのか。うちの女房は、覚悟はしていたが思っていた以上に人が多い。マナーを守るわしはこんな時はもちろん徐行じゃ。こうしてブレーキとアクセルを交互に踏んでと注意さえしとれば危険なんぞ何もないじゃ。青春時代からのわしの愛車人生を年齢を理由に取り上げられてたまるものか。年齢なんぞただの数字なん。うわ、凄まじい衝撃がわしの体を襲った。うわ、ああなんてことじゃ。またアクセルとブレーキを踏み間違えてしもうた。大変だ、救急車、救急車だ。くいて、当たりがやけに騒がしい。わしは怪我人を出して死亡たのか。顔を上げ辺りを見渡したわしの全身から血の気が引く。そこには4人もの人間が倒れておった。学生らしく青年は比較的軽傷に見えたが、あとの3人は明らかに重傷じゃ。すぐさま駆けつけた救急車にわしが引いてしもうた。4人が乗せられ走り去っていった。わしはなんということを。障害救車乗り、妻の言葉が頭をよぎった。署までご同行願おう。はい。警察に連行されるわしの目に八百屋に突き刺さった無残な愛車の姿が焼き付いて離れなかった。わしが警察で取り調べを受けて数時間後、救急搬送された4名のうち中年男性の訃報を聞いた。わしは人殺し、犯罪者になってしまったんじゃ。磯崎さん、あなたは過失運転致死傷罪に問われるでしょう。過失運転致死傷罪ですか。わしは警察の現場検証に同行した。いわゆる立ち会い検証というやつじゃ。この場所で4人もの人間を引いてしまったことを改めて実感し、わしは震えが止まらなくなった。立ち会い検証後、わしは検察庁に呼び出され起訴されることになった。被告人を禁錮3年6月に処する。裁判官がわしに下した判決は執行猶予なしの実刑じゃが、わしへの罰は当然これだけでは終わらなかった。次は亡くなられた遺族から民事裁判を起こされ損害賠償請求をされた。4人の被害者の年齢、収入、怪我の程度に応じて割り出されたその額はなんと2億円。自身の運転技術に自信があったし、旧車の維持費が大変ということで対人賠償の任意保険に入っておらんかったため、全て自腹での支払いとなる。自己破産したとしても事故そのものが重大な過失により加えた生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権となるため免責されない。わしは返済のため家を売り、高価なものは全て売り払ったため、我が家は一文なしになった。金の次に失うのは家族じゃ。何度も車を返納するように忠告しても聞かず、2億円の負債を抱えたわしは女房に離婚を切り出され承諾した。女房の言うことを聞いておけば被害者の方々になんと詫びればよいのか。私は楠本哲郎、52歳の会社員だ。普段は家族と東京で暮らしているが、認知症で施設に入っていた父が亡くなったため妻と二人帰省した。実家に帰るのも久しぶりだな。私が実家に着くと弟の剛が待っていた。葬式だのなんだの、面倒なことは全部頼むぜ、長男なんだからよ。お前は相変わらずのようだな。余計なお世話だ。親父の死を悼む気持ちもないのか、親不孝者め。ボケる前の親父にはいろいろ言われたからな。出来のいいお兄様と違ってよ。見ての通り私と剛は仲が悪い、昔からだ。剛は6年ほど前に事業に失敗して以来、無職で開業医だった父の財産を食いつぶしながら実家で暮らしている。事業だってもともと父の金で起こしたものだった。元気だった頃の父がいろいろ言うのも当然だろう。何もしない剛を横目に私は通夜と葬儀の準備をし、当日は喪主としての務めを果たした。慣れない仕事を終えてほっとしたのもつかの間、新たな問題がもたらされた。なあ兄貴、これなんだと思う？ん？なんだよ。親父の遺言書さ。親父の遺産はでかいぜ。なんて書いてあるか気になるだろう。葬儀が終わったと思ったらすぐ金の話か。呆れて物も言えん。成人ぶるなよ。気にならねえと言ったら嘘だろうが。気になるも何も遺産について私は
認知症になる前の父から話を聞いていた。別路、私の遺産は全部お前に譲るよ。しかし強しは、あいつに遺産をやってもろくなことにならんだろう。私が死んだ後くらいは自立してもらうつもりだ。というわけで私は遺言の内容をすでに知っているのだ。ところが遺言書は2通あった。え、1通は実質の遺言書で日付は5年前、全財産兄貴に残し、俺については自分を虐待侮辱したから相続から排除するってよ、とんだ冤罪だぜ。もう1通は公正証書遺言ってやつだ。日付は1年前で、肝心の内容だが、なんと全財産俺にくれるってよ。遺言書が複数ある場合、日付の新しい方が優先される。つまり親父の遺産は全部俺のもんだ。なんだって。ちょっとよこせ。穴が開くまで読むがいい。2通あって内容が全然違うってことは、親父はどこかで気が変わったんだろう。独身で無職の俺を不憫に思ってくれたのかもな。泣けるね。しかし1年前なら認知症は相当進んでいたはずだ。認知症でも遺言書は作れるさ。公正証書遺言は公証役場で交渉人の立ち会いのもとに作られるもんだ。それだけちゃんとした文章を認知症の身でも残してくれたってわけだな。お前やけに詳しいな。親父の付き添いで一緒に役場へ行ったからな。親父の口から遺言の内容が伝えられるのを交渉人と一緒に見届けてきたぜ。とにかく遺産は俺のもんだ。1億か2億か、いやもっとかな。ありがたい話だぜ。私は納得がいかなかった。遺産がもらえないことよりも、強氏が認知症の父を言葉巧みに操り、自分に都合のいい遺言書を作らせたとしか思えなかったのだ。そこで私は弁護士に相談してみることにした。なるほど、事情はわかりました。確かに公正証書遺言は公証人関与のもと作成されるもので、信頼性の高い文書です。遺言の無効を求める裁判を遺言無効確認請求訴訟と言いますが、公正証書遺言の場合、遺言が有効と判断される傾向は強いです。そうですか。しかし公正証書遺言が作られた時にお父様の認知症がかなり進行していたとすれば、お父様が意思能力を欠く状態で作成されたものということになりますので、遺言は無効だと証明できる可能性はあります。本当ですか。そして私は裁判を起こすことに決めた。そういうことだから法廷で決着をつけよう。何が裁判だよ。金に執着してるのはどっちだって話だな。まあいいさ、どうせ公正証書遺言が有効だと判断されておしまいさ。公正証書遺言作成時、被相続人は確かに認知症でしたが、遺言の内容は単純で認知症でも判断できるレベルのものですと強氏の代理人弁護士は主張し、交渉人も証言台に立った。遺言者の意思能力に問題はありませんでした。一方私の代理人弁護士は強氏を尋問した。あなたはお父さんの成年後見人になっていましたか。はい。それは本件の公正証書遺言が作成された直後のことでしたか。忘れましたな。でもそうだったかもしれません。成年後見の申し立てには医師の診断書をつける必要がありますね。はい。医師の診断書にはお父さんは後見相当であるとの意見が付されていましたね。はい。それ以外に診断書にはお父さんの認知機能に関する情報は記載されていましたか。さあ忘れました。高3号証成年後見申し立て書送付の診断書を示します。認知症の程度を判断する長谷川式簡易知能評価スケールは30点満点中0点。自分の年齢が何歳であるか、診断を受けた日が何日かもわからないと記載されていませんか。ところでその診断書はいつ作られたものですか。覚えていません。高3号証を再び示します。この診断書の作成日付は公正証書遺言が作成された日の前日になっていませんか。はい。あなたはお父さんが遺言書など到底作成できない状態であることを知りながら公証役場に連れて行ったのではないですか。悪いな強し、お前の負けだ。主文、某楠本清が令和丸年罰月三角日にした公正証書遺言は無効であることを確認する。ふざけるな。何が無効だ。遺産は全部俺のもんだ。誰にもやらんぞ。ちょっと落ち着いて。こうしてもう一通の遺言書だけが有効となり、強氏は家庭裁判所でも相続人からの排除が認められて、私が全財産約5億円を相続した。家族のために大切に使わせてもらうよ。強氏にはいい加減働けと叱っておいた。今後どうなるか天国で見守ってやってくれ。
俺の名前は八島修司。旅行代理店として独立したが、新型ウイルスの影響で倒産し、祖父から父へと受け継がれた持ち家を手放さないといけなくなった哀れな男だ。奥さんと子供、二人と犬、家族のためにも再就職と家を売却するしかないと父に頭を下げた。金に困っているなら売ってもいいぞ。ありがとう親父。じいちゃんからもらった家を手放すことになってごめん。この家は2000万の価値があるらしい。とりあえずこれを売って当面の生活をしのぐしかないと、俺は法務局へ登記簿謄本を取りに向かった。いえ、土地ともに八島喜助様になっています。持ち主は私の父、八島義雄のはずですが、どうやら正式な手続きを踏まなかったみたいですね。この場合だと、今の家を売却するには八島喜助様から八島修司様に名義変更が必要となります。みんな譲り受けたのに、固定資産税だって払ってるのに。名義と税金は別ですから。そんなの聞いてないですよ。相続登記は相続する人が自主的にするべきもので、こちらから通知をするものではありません。その後、不愛想な職員から、名義変更をするにはじいちゃんの家を相続できる権利がある人たち全員から、その権利を俺に譲りますっていう遺産分割協議書にハンコをもらわないとダメだと聞かされる。とりあえずお父さんに相談したら。早速父に電話すると、じいちゃんは再婚しており、父以外にも子供、腹違いの兄弟がいると聞かされる。その子供たち、どこに住んでるとか知ってる？いや、ほとんどは会ったことないからわからん。手がかりなしかよ。とにかく行動しなければ始まらないと、俺は不動産屋へ行き、今回の経緯を話した。ああ、大変でしょうが、全員に連絡するしかないですね。全員？相続人の中に消息不明の人がいたらどうすればいいんです？役所で戸籍を集めて何とか連絡してみてください。専門家に頼む余裕がない俺は、自力でじいちゃんの戸籍謄本を取り寄せることにした。お前の奥さんとの間には3人の子か。たけしさん、他はケンジさんとアキコさんか。戸籍を集めに集め、たけしさんの本籍地が判明。早速手紙を送ったのだが、宛て書に尋ね当たりません。違うってこと？本籍地は住所ではないのか。行き詰まったので、ネットで解決策を探す。本籍地から住所を確認するには、戸籍の不評を見ればわかる。なるほど。戸籍の不評でたけしさんの現住所が判明。104の電話番号案内で電話番号も手に入れた。あ、もしもし。俺は早速聞いた番号に電話したのだが、見知らぬ男からの電話にたけしさんに思いっきり怪しまれた。どうやら詐欺と思われたようだ。詐欺じゃないです。父は八島義雄と言います。義雄の子か。親父の名前を出すことで何とか会う約束までこぎつけた。会って早々、たけしさんはじいちゃんや親父への恨み事を言い始めた。うちの母は苦労したんだよ。腹違いの子が同学年ってどういう意味かわかるか。ああ、なんで俺が文句言われるんだよ。本題を切り出せたのは1時間後。ということで、遺産分割協議書にサインと実印お願いします。いいけど、俺はいくらもらえるの？遺産は他にもあるよな。遺産ですか。今から検討します。俺もやるからには徹底的に請求するぞ。養育費ももらえなかったしな。出費は痛いけど、会ってもらえただけよしとするか。とりあえずたけしさんは済み、しかし残る二人のケンジさんとアキコさんは手紙しか連絡方法がない。アキコさんは何度送っても受け取り拒否で返されるし、ケンジさんからはまるで音沙汰なし。仕方ない、直接訪問するか。受け取り拒否ということは、そこの住所には住んでいるということだ。何度か手紙を出した八島ですが、ちょっとあんた、なんていうことしてくれたの？どん主人に私の家族関係は内緒だったのに、あんたの手紙でバラされて迷惑してるのよ。すみません、これしか方法がなかったんで。あんた、自分の財産のためなら人を傷つけていいってわけ？いや、そんなつもりでは。犯行は押しません。もう八島家には関わりたくないのよ。お願いします、お金は払いますので。お金さえ出せば犯行を押すと思ってるの？バカにしないで。やむを得ず、明子さんは後回しにし、ケンジさんを訪問。ケンジさんの現住所であるはずの人気のない建物を見た途端、すぐに悪い予感がした。ポストに俺の手紙が全部入ったままだ。ケンジさんならいませんよ。え？俺はトレジャーハンターになるって言って、今頃世界中を飛び回ってるんじゃないかしら。世界？一応10年間の家賃前払いして住所は残してるみたいだけど、連絡はつかないと思うよ。最悪のパターンだ。
人は金、一人は拒絶、一人は行方不明。これ名義変更不可能なんじゃないか。結局たけしさんにお金を払っただけで、あきこさんは未だに拒絶、ケンジさんに至っては親父と一緒に行方を追うが手がかりが全くない。時間とお金だけがどんどん減っていく。こうなったのも親父とじいちゃんの相続手続きがいい加減だったからだ。名義変更はままならず、仕事もなかなか決まらず、貯金は目減りしていく一方、じわじわと地獄が近づいてきている。しかし3人に承認をもらう以外に方法はない。一体どうすりゃいいんだよ。俺の名前は戸倉光一、妻の智美と共に小さな中華料理店を営んでいる。チャーハンセット一丁ね。はいよ。俺はもともと会社員だったが、20年前親父が死んだことをきっかけに実家の店を継いだ。しかしここ数年は経営が苦しく、新型ウイルスの影響もあって壊滅的な状態だった。今月も赤字ね。まあ言ったな、なんか手はないもんか。その上俺たちにはもう一つ大きな問題があった。お母さん、ご飯ですよ。 あんた誰なの？誰って嫁のともみですよ。忘れちゃったんですか？おい、お袋どこ行くんだよ。え、ああ、高一かい。こんな深夜にどこへ行こうって言うんだ。ちゃんと寝ないとダメだろ。高一をお風呂に入れないと。高一はお風呂が好きだからね。何年か前まで店で働いていたお袋だが、最近は認知症を患い、その症状は悪化していくばかり。ともみ、すまないが、これからはお袋の面倒をメインでお願いできないか。店は俺一人で何とかやりくりするから。そうね。ともみのサポートなしでの店のやりくりは想像以上に大変だった。バイトを雇う金もないので、注文、調理、会計、全作業を一人でこなす。しかし、ちょっと、醤油じゃなくて味噌を注文したんだけど。すみません、作り直しますんで。そしてそれはともみも同じだった。お母さん、またお布団を汚して。ちゃんとおむつするかトイレに行くかしてください。もう限界。自分の母親のことを何もかも私に押し付けないでよ。俺が店を、お前が介護を、話し合って決めたろ。じゃああんたも下の世話やってみれば。腕噛みつかれてみれば。はっきり言って店を一人でやる方がよっぽど気楽だわ。気楽？客に食わせるレベルのもんがお前に作れるのか。そもそもあんたの作るものが美味しいなら、店はもっと繁盛して介護ヘルパー雇えてるんだけど。偉そうなことは美味しいラーメン作ってから言ってよ。なんだと？調子に乗るな。最低ね。翌朝目が覚めると、ともみは家におらず、そしてそのまま帰ってこなかった。カッとなって手を挙げたことを後悔しても、もう遅い。お袋、ともみが出て行ったよ。ともみ？誰だいそれは。介護で思うように店を開けられない。経営は悪化する一方、俺は店を畳む決断をした。新しい仕事を探さなければならないが、この年での再就職は難しく、お袋を置いて仕事ができるのかという問題もある。ともみがいてくれたら。結局俺は身動きが取れず、収入はお袋の年金だけという生活が続いた。お袋、おかゆだよ。よいしょっと。ほら、ズボン下ろして。お袋はもはや食事も入浴も排泄も一人ではできず、それ以外の時間はほとんど寝たきりになった。このまま目を覚まさないでくれた方が楽なのかもな。そんな思いにとらわれることも正直珍しくなかった。生活費が底をつけ始めたことが具現化されていく。ガスは止められ、ライフラインの最後の砦である水道も止められた。か、いよいよダメなのか。お袋、俺たちはもうおしまいだ。頑張ったけど無理なんだ。ダメなんだ。俺にはもう何をどうすればいいのかわからない。わからないよ。翌朝、俺はお袋を起こさず気づくと、ふらふらと家を出ていた。どこでもいい、どこかへ逃げよう。車に乗り、行くあてもないまま、過酷な現実から逃れるようにただひたすらアクセルを踏んだ。なけなしの金で食事し、車中泊で夜を明かす、そんな毎日。そして一週間が過ぎた頃、蕎麦屋でテレビを見ていると、〇〇県松松市の住宅で80代の女性とみられる遺体が発見されました。死因は飢餓と脱水症状とみられ。お袋、ぼんやりしていた頭が一気に冷めた。お袋が死んだ。いや、俺が殺したんだ。俺は蕎麦屋を出て、その足で警察署へ向かった。母親を殺しました。逮捕してください。事情聴取の後、警察は俺を逮捕した。てっきり殺人罪だと思っていたが、そうではなく、罪状は保護責任者遺棄致死罪。幼児や高齢者、身体障害者や病人などを保護する責任のある者が、その責任を放棄して死亡させた場合に適用される罪だそうだ。
まあ、あんたも大変だったろう。同情はする。罪は罪です。俺は裁判にかけられ懲役3年6月の実刑を受けた。そのことに不満はない。殺人罪じゃなかったとはいえ、母親を死に至らしめた罪は償わなければならない。だけど、どうすれば俺もお袋もともみも家族を亡くさずに済んだんだろう。今日もどこかで介護難に苦しむ人間が頭を抱えながらもだえ苦しんでいるだろう。俺と同じ境遇のもとにいる者が俺と同じ結末をたどらないことを心から祈る。俺の名前は今井雅人。老人ホームで介護の仕事をしている。ほら、ちゃんと食べて。おい、なん、こんなまずい飯食えるか。介護の仕事を始めて5ヶ月。予想以上に介護の仕事は過酷だった。俺は父が営む電気屋の息子として生まれ育ち、小学校に上がる頃には店番を手伝うようになった。近所ではいい跡取りになると言われていたが、町の小さな電気屋を継ぐ気なんてさらさらなかった。俺は人の役に立てるような仕事、人から感謝されるような仕事がしたいんだ。高校を卒業後は医療系の専門学校に通い始め、救急救命士の資格を取得。憧れの消防士を目指すが、試験に受かることはなかった。そんな中、父親が亡くなったのをきっかけに、入所者の最後の時まで寄り添ってあげられる介護の仕事に興味を持った。人の役に立てる仕事をやっと見つけたぞ。その後、老人ホームの面接を受け、無事に採用されたのだった。ほんと、今言って頼りになるよな。人から感謝されたり、尊敬されると自尊心が満たされ気分がいい。なんかあればいつでも言ってくれよな。俺はこの快感を味わうがために、自分の仕事を早めに終わらせ、同僚の仕事を手伝うようになった。しかし、分刻みのスケジュールに追われる職員は、入所者のことを思いやる余裕がほとんどない。いかに？下手くそが！ああ、すいません。入所者の老人から罵倒はされるが感謝はされず、どんどん苛立ちが募っていった。そんなある日のこと、道で偶然倒れている人を同僚が発見した。人が倒れているぞ。大丈夫ですか？救急救命士の資格を持っている俺は、とっさに体が動き、応急手当てをし、救急車を呼んだ。すげえ、マジかっこよかったよ。やっぱり今井はすげえな。そんなことないよ。俺には絶対できないわ。さすが今井だな。そうだ、俺が求めていたのはこの感覚だ。しばらくして俺は夜勤を任されることが多くなった。夜の間は入所者80名を2名で対応しないといけない。疲労とストレスは膨れ上がっていた。誰かを救いたい。また感謝されたい。誰か苦しんでないかな。苦しんでくれないかな。そうか、苦しむ人を自分で作ればいいじゃないか。同僚は仮眠中だし、今ならバレる心配がない。俺は前に怒鳴られた入所者の部屋に行き、眠っている入所者を抱え上げ、窓から投げ落とした。すぐ助けてやるからな。大変だ、起きろ。窓から落ちたみたいだ。 なんだって。大丈夫ですか？今助けますからね。すぐに救急車が到着し、入所者を連れて行った。やっぱり今井はすげえよ。俺なんて何もできなかった。そんなことないって、当然のことをしたまでだよ。気持ちいい、この眼差しが気持ちいい。俺の思惑通り、入所者は死亡し、事故で片付けられた。しかし、あんな事故が起こるなんてな。なあ、信じられないよ。飯はまだか。おじいちゃん、さっき食べたでしょ。次はあの人が亡くなりそうな気がする。なんかわかるんだ。怖いこと言うなよ。そして翌月、俺の予言通り、不幸な入所者が窓から落ちる事故が発生。大変だ、また人が倒れてるぞ。救急車、救急車を呼んでくれ。当然のように二人目を殺しても事故で片付けられた。俺はここで何をやってもバレない、命を支配する神になったんだ。さてと、次は誰にするかな。そして同月、3人目を投げ飛ばした。この時には両親の呵責は全くなくなっていて、俺はいつものように第一発見者を装って救命処置を施したのだが、短いスパンで3人殺したのがいけなかったのか、警察が事故ではなく事件性があると疑い始めた。さすがにまずいな。俺のヒーローショーもマンネリ化気味で飽きられ始めてるし、方向性を変えるか。俺は殺しをやめて、入所者から盗んだ金で同僚に高級鉄板焼きをおごって感謝させることにした。さあみんな、遠慮せずじゃんじゃん食ってくれ。今井って最高だな。しかしある日、入所者に盗みの瞬間を目撃され逮捕。俺は窃盗罪で懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決を受け、仕事は懲戒解雇処分となった。くそ、俺としたことが。それから殺人事件についても芋づる式に容疑がかかり始める。調べはついているんだ。3人が亡くなった夜、いずれも夜勤を担当していたな。第一発見者もお前だな。同僚に自分が夜勤になると事故が起きると言っていたそうじゃないか。はい。
一度は罪を認めたが、取り調べの時に警察から圧力があったと供述を否定。この法廷では真実しか話してない。信じてください、何もやってません。しかし検察側が用意した取り調べの映像から俺の嘘は見抜かれてしまい、人間性の欠片も伺われない犯行、公正の出発点にも立っていない被告人を死刑に処する。死刑が宣告された。なんで俺が死刑なんだよ。不要な人間を排除してやったんだ。もっと俺は称賛されるべきだろう。もっと俺を崇めろよ、虫けらどもが。私の名前は宮本直美、52歳、小さな会社で事務員をしている。宮本さん、この書類お願いします。はい。派手な仕事ではないし給料も高いとは言えないけれど、長い間ずっと真面目に働いてきた。一方家では年老いた両親の介護を一人でこなす日々だ。ほらお母さん着替えするよ。お父さんそろそろ上がるよ。足元気をつけてね。老人ホームは嫌だという二人のためとはいえ、介護は体力的にも精神的にもきつい。兄の修は実家には寄りつかず、ギャンブル三昧で遊んでばかり。力を貸してほしいと電話しても。知るかよ、どうせ親父もお袋も俺のこと嫌ってるだろ。そう言わず、たまには長男らしいことしてよ。うるせえな、今日はこれから競馬なんだ、邪魔すんな。もう昔から面倒なことは全部私に押し付けるんだから。おい、ナオミ、トイレ。ほんと、なんとかならないのかしら。愚痴をこぼす相手もいないまま、私は一人で両親の世話をするしかない。そうしてなんとか介護を続けていたのだが、ある時父が急性心不全で倒れ、そのまま帰らぬ人になってしまった。あなた、私を追い出してしまうなんて。お母さん、母がショックを受けるのは当然だけど、驚いたのは兄の反応だ。親父、なんでこんな急に死んじまうんだよ。兄さんが泣くところ初めて見たわ。本当はこんなにお父さんのことを思っていたなんて。よほどショッキングだったのか、兄はまるで人が変わったようで、葬儀の後も、今まで家のことをほったらかしにしてすまなかった。急に頭下げられても反応に困るわ。本当に反省してるんだよ、お前にばかり負担をかけて悪かった。そこで提案なんだが、今後お袋の面倒は俺に見させてほしいんだ。え？で、その代わりに親父の遺産は全部俺に譲ってくれないか。いや、お母さんのことは助かるけど、遺産を全部っていうのはちょっと。だよな、だからいつかお袋が死んだ時にはその遺産は全部お前に譲る。それならどうだ。うん、そうね。父も母も元会社経営者で、それぞれの名義で財産がある。その上兄が母の介護までしてくれるなら、確かにそんな話ではない。少し悩んだが、私は兄の提案を受け入れ、母と共に父の遺産は全て兄が相続するという内容の遺産分割協議書に署名。約5000万円の遺産が兄のものになった。よし、じゃあお母さんのことよろしく頼むわよ。ああ、もちろん。ところが、ただいま。お母さん、どうしたの。ああ、ナオミかい。ちょうどよかった、トイレに行きたくてね。兄さんはどうしたのよ。おサムならパチンコに行くと言ってさっき出て行ったよ。まったく困った子だね。兄は深夜にようやく帰ってきた。お母さんの面倒を見るって約束はどうなったのよ。さあな、せっかく金が手に入ったんだから遊ばせてくれよ。何言ってるの。介護をする代わりに遺産を譲るって話だったでしょ。うるせえやつだな、俺が介護なんかするわけねえだろ。じゃああれは全部遺産を奪うための演技だったのね。気づくのが遅いんだよバカ。まあいいじゃねえか、お前にはお袋の遺産がある。お袋が死ぬのを楽しみにしときゃいいだろ。その後兄はまた実家を離れ、結局母の介護は私がすることに。母は認知症の症状が進んで精神的にも不安定になり、負担は増す一方だった。いや、こんなの食べたくない。ちょっとお母さん。母の介護は数年続いたが、ある年の春、くも膜下出血で倒れると、そのまま意識が戻らず母は死んだ。お母さん。何を泣くことがある。お前も内心ほっとしただろ、もう面倒見なくて済むもんな。兄さん、よくもまあそんなことを。しかし兄が本当にひどかったのは、葬儀が終わった後だ。さて遺産の話だが、今回は普通に半分ずつ分けるってことでいいよな。え？どうせ遺言書もないだろ、つまり法定相続で分割ってことになるはずだ。なんでよ。今度は私が遺産をもらう約束でしょ。そんな約束の証拠がどこにある。親父とお袋の遺産相続はあくまで別件、約束の証拠も遺言書もなけりゃお袋の遺産は半分ずつだ。俺は弁護士にもとっくに確認済みだぜ。
そんな、お父さんが死んだ時からそのつもりだったのね。まったくお前はとことん気づくのが遅いな。証人もなしに口約束なんかするもんじゃないぜ。遺産相続なんて大事な時には特にな。人手なし、あなたそれでも人間なの？なんとでも言えよ。国が俺の味方をしてるんだ。まあ母さんの遺産の半分もらえたらいいじゃねえか。国が味方をしてるのはナオミさんですよ。誰だ？弁護士の木南です。弁護士？うん、生前お母様が認知症の症状がひどくなる前にご自身の意思で遺言を残したいとおっしゃっていましてね、私が預かっているのです。そんなの聞いてねえぞ。こうして弁護士の立ち会いのもと遺言書が開封され、遺言者に属する一切の財産は長女宮本ナオミに相続させるとあります。お母さん、なんだこでもあれだ、確か遺留分つって最低限相続できる分があるよね。そちらについてはおさむさんは著しい非行があったとして相続人から排除すると書かれています。ふざけんな、一銭ももらえないってことじゃねえか。あなたのこれまでの行いが招いた結果でしょう。遺産を当てにしてギャンブル代を闇金に借りてんだよ。どうしてくれんだ。暴力を振るうと刑事事件になるかもしれませんよ。その後相続人の排除が家庭裁判所に認められ、母の遺産は無事に全て私のものになった。おい、今日こそ金返すって約束だったよな。すみませんこの落とし前はきっちりつけてもらうぞ。やめて、勘弁してくださいよ。こうして私は今母の遺産のおかげもあり何不自由なく平穏な生活を送っている。両親のいなくなった家は一人には広く寂しい気持ちもあるけれど、残りの人生を楽しく歩んでいくつもりだ。お父さん、お母さん、天国で見守っていてね。私の名前は亀山勇。長年公務員として働き、この度ついに定年を迎えた。亀山さん、長い間お疲れ様でした。ありがとう。あとはのんびりとした老後をと言いたいところだが、私にはやることがある。それは実家で暮らす母親の介護だ。ずっと一人暮らしの母親の元へ帰るのは私としても嬉しい。私は民家わずか14戸の小さな村へ帰郷した。ここはいつまでも本当に変わらないな。母は私の帰郷を喜んでくれた。イサムがいてくれるなんてこんな心強いことはないよ。私は母が村長に貸していた畑を耕すことに。ふぅ、こりゃあなかなか大変だ。帰郷して2年、母が肺炎で亡くなる。もっと親孝行したかったが、95歳だし大往生だろう。介護のための帰郷だったが、ここには守るべき家と畑ができた。私は村で生活を続けることにした。葬儀が済んで一段落すると、村の自治会に母を継いで入りたいと村長に申し出た。おお、そうかい、もちろん歓迎するよ。ありがとうございます、よろしくお願いします。自治会に入ることで横のつながりや情報交換ができ、農業をする上で大きな助けになる。亀山さん、今年の出来はどうかね。おかげさまで良さそうです。手伝えることがあったらいつでも言ってくれよ。ある日、自治会で会合が開かれたのだが、村長さん、こないだの会合はどんな内容だったんです？いや大したことないよ。なぜか私は呼ばれなかった。そうですか、なぜ私は呼ばれなかったんです？それはその、なんだ、声をかけるのを忘れてたんだよ。まああんたには関係ないし気にしなくていいよ。なんか変だな、たった14個しかない村で声をかけ忘れるか。気になった私は会合の内容を聞き込み調査した。すみません、この前の会合って何について話しました？ああ、なんだっけかな、国からの補助金がどうとか言ってたっけ。ああ、そうだったんですね、ありがとうございます。国からの補助金、そんな話聞いたことないぞ。いても立ってもいられず、私は町の役場にまで行って補助金について調査。ああ、それなら中山間地域等直接支払い制度といいまして、どうやら私の村では補助金が国から年間約300万円が出ているらしい。しかも分配方法まで決まっていた。半分は村に、もう半分は耕作面積に応じて村民に分配する決まりです。なるほど、村の農業をサポートしてくれてるのか。待てよ、ということは私にも補助金がもらえるはず。私の畑は以前母が村長に貸していたものだ。だとするともしかして私の補助金は村長が受け取っているのか。私は役場から戻るその足で村長を訪ねた。村長、お伺いしたいことがあるのですが。おお、亀山さん、どうされましたか。私の補助金はどうなっているのですか。なんだって、どこからそれを。
私が質問した瞬間、村長の顔が信じられないくらい歪んだ。お金が欲しいわけじゃないんです。制度がちゃんと。神山さん、あんためんどくさいね。余計なことに口出ししないでほしいもんじゃな。この部外者が。私の言動がよほど気に障ったのか、その直後の村の会合で、神山さんの自治会への加入を拒否します。異議なし。ちょっと待ってください。急にどうしてですか。私は自治会から排除された。そして、おはようございます。今日もいい天気ですね。もうわしに話しかけないでくれ。あんたと話してたらわしがひどい目に遭ってしまう。ここから地獄の日々が始まった。誰に挨拶をしても無視。農作業用の帽子もズタズタにされた。なんだこの嫌がらせ。しょうもない。ある時畑に行こうとすると侵入禁止。おお、こらこら、どなたか知りませんが、そこは立ち入り禁止ですよ。勝手に入ってこられちゃ困りますよ。さらに馴染みだった商店の店主からも、あ、ここは関係者以外立ち入り禁止だ。帰った帰った。こいつら恥ずかしくないのか。ジジイにもなって。レベルの低いいじめは数年続き、私は村で完全に孤立。これ以上付き合ってられない。耐えかねて町の弁護士会に相談すると、弁護士会から村に人権侵害を理由に是正勧告が出された。しかし村は一向に取り合わず、いじめはなくならなかった。あったら仕方ない。裁判しよう。出て行け。私は村長ら3人を相手に330万の損害賠償を求める訴訟を起こした。数々の嫌がらせは原告の平穏に暮らす人格権を損害するものです。自治会の加入拒否も一方的であり、精神的苦痛の慰謝料が支払われるべきです。私の主張は認められ、村長ら3人に110万円の支払いが命じられた。社会通念上許されない村八分の不正行為があったことは明らかである。あれくらいのことで110万だと。いじめを村八分と認めるのは画期的な判決で、世間の話題となったようだ。しかし、裁判所がどう言おうが、あんたはよそもんだ。村長らに反省した様子は見られなかった。まだ控訴される可能性はある。集落での孤立した生活も相変わらずだ。はあ、疲れたな。住む場所なんていくらでもあるし、裁判まで起こしといてすごく恥ずかしいけど、やっぱりここから逃げるのが一番いい解決策なのかな。俺の名前は片見聖里、普通のサラリーマンだ。親父、ゆっくりしてくれよな。一週間前、親父が遺書を書く間もなく急死した。母は高齢で俺を産み、直後に息を引き取った。仕事が忙しい中、男手一つで俺を育ててくれた親父。ずっとずっと働いて休んでいるところなんて見たことがなかった。そんな親父は定年を迎え、余った時間で趣味として壺や花瓶といった骨董品を集めるようになった。わしは魯海人先生の兵鉢を手に入れるまではしないんや。親父、やっと自分の時間持てたんだな。なんて言ってたのに定年後4ヶ月で亡くなった。もっとゆっくりすればよかったのに。親父にとって俺はいない方が良かったんじゃないかと思っている。働き盛りの親父に苦労をかけてきたこと、母の命を奪って生まれてきたこと、生まれてきて良かったのかとずっと考えていた。親父が欲しいって言ってた壺もまだ手に入れてないだろう。後悔はなかったのかよ。親父から返事はない。ただの屍のようだ。親父を見送ることができ、ある程度気持ちの整理もついたので、遺品整理もぼちぼちしていくか。めんつゆ入れか。骨董の価値がわからない俺は遺品整理業者に任せることにした。遺品整理業者は高齢化の影響で急増している。悪徳業者に注意か。悪徳業者も多数存在していて、しっかりと見極めるのが大切なようだ。悪質な業者に当たってしまうと、遺品が乱暴に扱われたり、整理で出たゴミを不法投棄したり、ひどい場合には遺品を勝手に処分し、トラブルに発展することもあるという。パートナーに先立たれたものや就活目的の人が多く、利用者の年齢層は高めのようだ。こんなにたくさん業者があったら、お年寄りは選べないだろうな。俺はしっかり選ぶから大丈夫だがな。遺品整理業者はなんと無資格無免許でも開業できるらしいが、資格を持っていると安心して任せることができそうだ。それは遺品整理士古物商許可証、ゴミ運搬の許可証だ。うちは骨董品が多いから、古物商許可証と骨董の専門知識がある人に来てもらうのが良さそうだな。素人目にはガラクタにしか見えないコレクションを捨ててしまい、うん百万円の損失などが起こり得るからだ。プロに頼むメリットは他にもあり、遺族でも知らない財産を見つけることができるという。
捨てるはずだったタンスから800万円以上の現金が出てきたこともあるらしい。こうして俺は遺品整理士、古物商許可証、ゴミを運搬する許可証を持った整理業者数社から相見積もりを取り、ヘブンという業者に決めた。業者によって10万くらい変わることがあるんだな。今回の整理費用は 3LDK の一軒家で30万円ほどだった。こんなに高いのか。まあ一人じゃ片付けられないし仕方ないよな。そして整理当日。ご依頼ありがとうございます。遺品整理のヘブンです。本日はよろしくお願いします。まずは個人にご挨拶させていただいてもよろしいでしょうか。もちろんです。この人たちに任せてよかったな。では始めましょうか。床や壁の保護を行った後、仕分けをしていきます。仕分けはお立ち会いをお願いします。もちろんです。中には仕分け作業の立ち会いを認めず、金品や遺品を持ち逃げしてしまう業者も存在するという。まあこの人たちはそんなことしなそうだな。よかった。そんなに細かく分けてくれるんですね。そうですね、きちんと仕分けしないと捨てられませんからね。おお、すごい。これはなかなかの品ですよ。これは1800年代の。ああ、そうですか。古物商許可証を持っている業者に頼むと、骨董品などを遺族から買い取り売却までしてくれる。ところで衣装をどこかに残しているかもしれないので探しましょうか。そんなの残ってないですよ。みんな生きているうちに家族に見つかりたくないから分からないように隠すんですよ。なるほど。ありました。早っ。この仕事をやっていると隠し場所は分かるようになってきます。親父の遺書を読むために席を外した。何が書いてあるんだ。緊張するな。親父。いい息子を持っていい人生でしたと一言だけ書いてあった。遺書を見て俺は少し泣いた。親父よかった。でも直接聞きたかったよ。すみません、外してしまって。こちら皆さんで召し上がってください。ありがとうございます。壺がお好きだったんですね。そうですね、生前は目当ての壺を手に入れるまでは死ねんと言ってました。何という壺ですか？魯海人の兵八って壺です。どんなのか知らないんですけど、親父がよく言ってました。え、兵八ですか？ええ、この骨壺がそうですよ。なんですって。そんなことが。その壺は親父が死んだ日枕元にあった壺だ。何か思い入れがあるのかと思い骨壺として使っていた。これがそうなんですね。やっぱり素人目にはわからないものですね。そうか、全部満足して心残りなく死んだんだな。それならよかった。今日は本当にありがとうございました。テレビや家具なども処分してくれるんですね。ありがとうございました。いえいえ。それでは。この家こんなに広かったんだな。はいはい、そちらの件は。それから1週間が経ち、親父の死も受け入れた俺にようやく日常が戻ってきた。やっと休憩だ。Z 市の遺品整理業者。あまりにもタイムリーな話題だったのでニュースを開くと、そこにはなんと先日の遺品整理業者が逮捕されていた。そこには吉田の顔もあった。社長と従業員数人が逮捕。あんないい人に見えたのに一体なぜ。その日はモヤモヤしながら仕事を終わらせた。帰宅後すぐに逮捕の理由を調べた。遺品整理業者は不用品の回収を行ってはならないのか。逮捕原因はテレビや冷蔵庫などの家庭ゴミを行政の許可なく回収し売却したことらしい。あれ？でもゴミの運搬に関する許可は持っていたはずだぞ。吉田たちが持っていたのは産業廃棄物収集運搬許可証のみだった。産業廃棄物収集運搬許可証とは金属くず、鉄くず、紙くずなどを回収できる資格らしい。産業廃棄物以外のゴミを処理するには一般廃棄物収集運搬許可証という資格が必要らしいが、それを持たずに活動したということで逮捕されたようだ。さらに吉田たちは廃棄すると偽ってテレビなど高価なものを売却し、1年間で5000万円もの利益を得ていたという。不要なものだったけど親父の使っていた思い出のある家具をどこかの誰かが使ってると思うとやっぱり気分が悪いし許せないな。ついでに遺品整理業の実態について調べてみた。一般廃棄物収集運搬許可証は新規の許可を予定していない市町村も多いらしい。そのため整理業者の大半は別の廃棄業者に時間を合わせて現場に呼び処理費用を支払い、
処分してもらうという苦肉の策で対処しており、多くの業者は不便を感じ制度の改正を求めている。これから日本は超高齢化社会に突入するんだ。遺品整理の需要はもっと拡大するだろう。このままでいいのだろうか。遺品整理のサービスはまだまだ制度的に固まっていない段階だ。法律は知らなかったでは済まされません。法律は知っている者の味方なのです。バベル裁判所では今後も法律に関する話を動画にしていきます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。